とも残り試合が少なくなって本当に負けられないゲームです。さあそれではですね、大谷さんと荻島アナウンサーにお願いします。はい、本当にそうでありまして、はい、4位と6位があんなに素晴らしいゲームをした夜ですから、こっちは2位と3位ですから、ね、そうなんですよね、きちっとしたゲームしないとね、はい、特にオリックスの方は昨日みたいなゲームしちゃいけないんですよね、はい、当然プレーオフが視野に入ってきている時期ですもんね、はい、そのオリックスなんですが、はい、谷選手が今日一軍登録を外れてしまいました。大木さんに言わせますと、まあ、リフレッシュ休暇であって、10日休んで元気になって帰ってきてほしいということなんですが、どうやら左脇腹痛めてましたでしょ、あれが完全に治っていないという、そういう情報もあります。なるほどね。さあそれでは参りましょう。ゲームです。オリックスの先発はケビンです。中5日立ち上がり2アウトになっていますが、セカンドに小坂がいます。サブローに対してストレートのフォアボール、やっぱりボールが多いんですよね、はい、そして福浦に対して2エンド1と追い込んでいたんですが、まあ、力みすぎっちゃ力みすぎなんですよね、まあ、本人は一生懸命抑えようと思って投げるんでしょうけどもね、バランスが悪すぎますね。2アウト満塁で昨日戦列復帰のベニーです。もうこれも逆コースなんですけどもね、はい、まあ、ベニーの方が打ち損なってくれて、まあ、なんとか切り抜けましたね。そうですよね、一方ロッテの先発は中6日セラフィニです。1回は抑えました。2回2アウトを取ってから水口に打たれます、うん、オリックス戦はねセラフィニいいんですよね、でこの簡単に2アウト取って下位打線、まあ、高が1本のヒットなんですけどもね、谷に代わって今日1軍に上がった相川が打ちました、はい、まあ、ここで相川を使ってた甲斐が出るんですけど、2アウトからね、もう本当にあっさりという形でね、1点、今日はオリックスいいなと思いましたね。ここは7番と8番の連打で1点を先制したオリックスです。その裏のロッテの攻撃、この回は7番のイ・スンヨプから始まります。まあ、1点先制してもらったんですけどもね、もうケビンのピッチングって変わらないですよね。もうストライクボールがはっきりする、苦し紛れのカーブは左に持ってこいという形でね、そして今江は初球を狙いました、うん、もうこれはもうおせおせですよね。今江の状態もいいんですけども、もうあっさり同点にしますよね。そうですよね、しかも7番8番の連打という、オリックスと同じパターンであっさりと同点に追いつきます。打順は9番の橋本です。またもやファーボール、まあ、これでもうどんどん相手にねチャンスやっちゃうんで、もうベンチはもういたたまれないですよね。そうですね、もういつ帰ってやるかと思いますね。2回でまだアウトは1つも取っていません、打順が1番に帰ります。当然送ります。初球、これはもう日高がね非常にいい判断をしましたけども、逆に小坂の方はここで失敗じゃまずいですよね。そうですね、ゲッツーですもん。ツーアウトになってしまいました。ランナーが二塁に残って2番の西岡です。ところがここでもケビンが踏ん張れないんですよね。そうなんですね、ランナーが一塁三塁2アウト、この後西岡が盗塁を決めて二塁三塁となってフランコです。結局歩かせてしまいます。そうなんですね、だからもう不調のピッチャーってこういうふうにもう自分の方で広げてしまうんです、ピンチをね、はい、2アウトまでは取ったんですが満塁として4番に座って今日でちょうど10試合目というサブローです。2エンド1、そうなんです、追い込んだんですけどもね、まあ、さすがに4番ですよ ね、 ね、もう4番に座ってるバッターが素直にタイムリーですよね、はい、アウトからこうやって切れない攻撃するんですね。ここですね、はい、地位が人を作るってやつでしょうかね、はい、ゲームはこのまま中盤に入ります。5回表のオリックスの攻撃です。この回は相川から始まります。今日2本目のヒット、はい、もう本当に素直に、でも下位ですからね、で得点がまだ2点差、そうですね、十分にオリックスチャンスがあったんですよね、はい、先ほどいいプレーを見せた日高なんですが、まあ、中盤ですからねスコアリングに行って1点ずつ、オリックスらしい考え方なんだけど、ここもバント失敗で動かないですよ、選手の方がね。ランナー入れ替わりまして打順が1番に入っ帰って牧田4年目、そうなんですよ、この DH で使った人がね、そうなんですね、もう最悪、はい、もうトップが出てバント失敗ゲッツーで終わるって、もうシュンとしますね。どうにもこうにも打線がつながらないオリックスです。終盤に入ります。7回裏のロッテの攻撃です。2アウトでランナーが1塁です。ここもね2アウト三振ゲッツーからなんですよね。そうですよ ね、 3人目の萩原が打たれます。ベニーに打たれて、そしてイ・スンヨプ、1・2塁ですよね、はい、ランナー溜まってこの高めはどうなのというね、
そういう配球なんですけども、でもやっぱりイースニョークの勝負強さですよね。このツーアウトから一気にダメ押しとりました。鮮やかにバックスクリーンへ運びました第24号のスリーランホームラン、イースニョーク。このあと9回表にオリックスが1点を返しましたけれども、6対2、ロッテが勝ちました。セラフィ